ごきげんよう。待ち伏せ？エアリス、これが新しい友達か。新しいって人聞きが悪い。なるほど、魔王の目だ。レノをやったのはこいつか。俺だったらどうする？事実確認、上長に報告。行こう。ルード、悪い人じゃないから。その通りだが、エアリス、俺たちは舐められたら終わりだ。悪く思うな。思った通りだな、うん、タークスなんて見かけ倒しだ。お前もな。暴力反対。下がろ。相棒の借り返させてもらう。やってみろ。おい、まずいか。おい、ソルジャークラスファースト。届け。引き抜き。私の出番。俺が出る。バタリ。その程度か。よく寝た。まだ。決める。しまった。倒れるわけには。問題だ。体勢を立て直す。はいはい。うとうとする。いけるか。よ
るな。帰る気になった？いや、楽しくなってきた。来い。まだ？仕事だからな。仕事は選んだ方が。もうしょうがないな。相棒の借りは返せそうか。ああ。暴力反対じゃないのか。7番街スラムの件で緊急要請だぞと。いや今すぐ戻ってこい。分かった。事情が変わった？そんなところだ。しばらく家にいてくれ。それ苦手なの。
やっぱり来る？花と話して、というそんな一日でした。行こう。お母さん待ってる。花、なんだって？お疲れ様。嘘、何も聞こえない。でもね、ううん、何でもない。どうせ信じないから。だろうな。一応聞こう。本当？あと少しって気するんだ。お花、何か話したがってる。何か言いたいことがある。そんな気するんだよね。でも何か足りない。あと一歩届かない。だから聞こえない。私いつもそう。そして諦めちゃうの。そんな風には見えない。諦めるようには。それはね、今日は頑張ってるもん。ああ、何かあったのか？さあ行こう。返事くらいしてやれ。お花、なんて？お疲れとかなんとか。うん、お疲れ様。ああ、もう十分だ。遅かったじゃないか。一体何してたんだい？ごめんね、いろいろ回ってきたから。夕食の準備ができてるよ。あ、運ぶね。だったら客間の準備を頼むよ。はい。クラウドはくつろいでて。あんた、その目、ソルジャーなんだろう？元ソルジャーだ。悪いけど、何も聞かずに今夜のうちに出てってくれないかい？あんたたちは普通の暮らしと引き換えに力を手に入れたんだろう？欲張っちゃいけないよ。お待たせ。ご苦労さん。お腹空いただろう。ペコペコね。
本当に立派になって。そんなんじゃあれだね、女の子もほっとかないだろう。別に。都会にはいろいろ誘惑が多いんだろう。ちゃんとした恋人がいれば母さん少しは安心できるってもんだ。俺は大丈夫だよ。あんたにはね、ちょっとお姉さんであんたをぐいぐい引っ張っていく、そんな子がぴったりだと思うんだけどね。どうしたのクラウド。いや怖い夢でも見た。でも夜明けまで待ってね、ちゃんと送ってあげるから。ああ。今度は見つからないように。行くのかい？7番街へ行くにはどうすればいい？6番街を抜ければいいのさ。簡単だろ。途中に危ないところもあるけど、ソルジャーなら問題ないよ。元な。あの子には、もう、関わらないでくれるね。わかった。ありがとう。すまないね。つもりだ。待ち伏せ？どうして？
もっと一緒にいたいから。道案内を頼む。喜んで。クラウド？どうしたの？なんでもない。空が見えるな。上工事中だからね。少し怖いね。ミッドガルを建設してる時プレートが落ちたんだって。まだ人が住み始める前で。大事にはならなかったんだけど。あれは？ウォールマーケット。6番街のスラムは特別な場所なの。クラウド、6番街のスラムのことを知ってる？話さなかったか。故郷を出てそのまま神羅に入った。6番街どころかスラムはあまり知らない。昔ミッドガルを作るため人大勢集まって、その人たち宛てにして宿泊所、お店、いっぱいできたの。そこで働く人も集まってきて、お金いっぱい動くようになって、そしたらそのお金狙って悪い人集まって。無法地帯か。そう。だからいかがわしい場所を広がらないように壁で囲んだの。それがウォールマーケットの始まり。壁の中だけならルール違反は目をつぶる。そうやって治安守ったって。あの壁がそうだな。うん。クラウド寄ってみたい？興味ないね。よかった。7番街への近道はこっちなの。普通はウォールマーケット通っていくんだけど、私のおすすめはこっち。子供の頃からこっそり使ってるんだ。プレートそのままになってるの。ここを通るのか。楽しそうでしょ。よし、よし、よし。集中していく。あまり前に出るな。じゃあ後ろから。すぐ消え失せろ。今だ。はあ、叩き切る。終わったね。あれはロボットアーム。可愛いよね。
はしご引き上げられてる。この子使えないかな。
邪魔だ。
もしかしてアーム担当だった？はい。え？あれ、見て。どうして意地悪するかな。また腕の見せ所だね。人使いが荒い。私下に行くね。わかった。誰もいないね。まだ新しい。私たちもキャンプしていく？そんな時間はない。それに、おい、見ろよ、泥棒がいるぞ。ああ、人生を荒らしやがって。こりゃ弁償してもらわねえとな。弁償！弁償！弁償ってなんだ？バカ！お前は本当に何も知らねえな。弁償ってのはな、その、あれだ。の、弁償ってのはそのあれだ。俺たちは何もしていない。うん、ただ通ろうとしただけ。
ああ信じらんねえな。じゃあどうすればいいの。身ぐるみ全部置いてってもらおうか。身ぐるみってなんだ。バカ、身ぐるみってのはな、その、あれだよ。弁償だ。身ぐるみが弁償か。もうめちゃくちゃ。Two!
どう？合わせるからね。
んの。ごめん。おっとそこのカップ。ここを通りたかった。身ぐるみ置いていきます。はいはい、おしまい。やっ、ごめんね。おい、よいしょ。やっ、やったね。ほら出口。7番街スラムへ抜けるゲート閉まってるな。開くのか。ねえ、少し座って話さない？いや、そんな時間は。クラウド、こっち早く。昔ここでお花を売ったことあるんだ。そうか。クラウドってクラスファーストだったんだよね。それがどうかしたのか。ううん、同じだと思って。同じ？誰と？初めて好きになった人。名前は？多分知ってる。浴びた者の瞳、ソルジャーの証だ。うん、知ってる。ごめんね、こんな話。もう行こっか。前見なくちゃね。繋がってるの。じゃあどうぞ。帰りは大丈夫なのか？大
丈夫じゃないって言ったら？家まで送ろう。それって変じゃない？大丈夫。実はもっと安全な近道があったりして。それじゃあもう行く？クラウドはアジトに戻ってバレットたちと合流して。でもこっちは大丈夫。私の蹴り見たでしょ。わかった。はい、よよ。ダメ、ティファが最優先。ティファはその辺りの男よりずっと強い。コルネオは蛇みたいな男。どんなに強い女の子でもじわじわと締め付けて心をポキンと折っちゃうの。ティファが言ったのはそんな人と大勢の手下がいる場所ね。クラウド、大切な人でしょ。助けてあげなくちゃ。追いかけよ。ただ改心したいっちゅうんなら、おどけながら子供たちの前で鬼のふりして花火大会を盛り上げてくれたら見逃してやっても。よいみや、もうとっくに行っちゃったよ。